自分の動きっていうのができなかったんで、もうちょっとやって、今度はもっとドロップキックとかバンバン出して勝ちたいと思います。2番
審判の手が残り試合時間に入なんですけど、ポール取れないのがすごい悔しいです。
い、のセンター座って、セブン、やっと自分の道を見つけたなって感じ。
ガタガタ言わずに見に来いよな。見に来い。この試合9回のカードを変更させていただきます。本日の第4試合、タグマッチ45分1本勝負を行います。青コーナー、FMW170 パウンド、土屋ヘリコー。同じく青コーナー、NNPW160 パウンド、タテノノリオ。赤コーナー、FNW140 パウンド、ナテノユキエ。赤コーナー、NNPW125 番号、ホルミー・ウタコ。
Thank you.
前泊まりも一緒に話したけど、うん、別に今日とは思わなかったからな。そうですね。自分は試合しに来たんだから、別に誰と試合しようと同じだから、誰が相手であろうと叩き潰します。よくわからないのは、穂積さんと握手してしまって、それで試合始まっちゃったんですけど、誰が相手にも関係ありませんし、ノリさんのそういう考えだったから、私は別にもう何も言う必要はないし、まあ、自分でやりたいことは自分でやるし、まあ、組んだら組むし、別に誰を頼ることもなくやっていくだけです。
Thank you.
ものとまだそれが差があるってところで、まあ、やる気に関してはすごい頑張ってるっていうのはあったけどね。まだメインベッターとしてまだまだだ。まだ技術的にもね、そういうまだ。もうやる気に関しては、うん、メインベッターくらいのやる気はあるんじゃないかな。縦の選手の問題なんですが、ふざけてるよね。状況よくわかんない。試合前にもなりを潜めててなんか最近変なことやってるな。うん。どこも読めないで。遠すぎたらちょっと問題だよ。示しつけなきゃしょうがないね。長嶋選手はどうですか？すごい、もっと全然ダメかなと思ったんですけど、やっぱり相手がカンドリー、ハレーって言ったらやっぱりうちの団体でもトップだし、でもやってみて組んでて全然組みづらいとかそういうのないし、すごい練習の時見ててももう顔つきから変わってきてるし、あ、いけるかなとか思ってたんですけど、やっぱり長嶋にとって風熱かったみたい。使わなくて試合はできると思うし。